ノブさん、元気してますかはい。お久しぶりです。まあ、覚えてますよ。はい。まあ、あの、まさきくんのとこでね、あの、やります、みたいなね。いや、アドバンス、ちょっと今回は、みたいな感じでね、最後だったと思うんですけども。まあ、今回ね、10月、まあ、ノブさんにぴったしの商品なんじゃないですかね。た <laughs> ぶん、ノブさんは、ちょっと、うるおぼいですけど、役所で働いてたのかな。間違ってたら申し訳ないですけども。 うんまあ僕もいろんなお客さん対応してますけどもやっぱそのうんまあ基本的にサラリーマン普通の一般の会社で働いてる人が九割なわけですよ。で、うん、なんですかね、やっぱその自分で稼ぐ結果を出していくっていうのはやっぱ稼ぐためにはそのしその稼ぐ、なんですかね、そのまあ動画でも結構言ってるんですけど CPU がないとた結構きついんですよね。 マサキくんだから正木君もなんで稼げるのかっていうとやっぱ考え方なんですよねうんそうまあそこに行き着いたとだから自分でこうなんかいろいろ考えられるんですいろんなことをねだけど要は一般の人は自分で考えるまあ脳はあるんだけども、まあ、これも動画で言ったりとかしてるんですけど、まあ、僕もね左手あるんですよでも利き手は右手でこれね 僕、もう少しで40歳なんですけど、40年左手持ってるんですよ。40年左手持ってるんだけど、左手で自由に箸を使えないんですよ。いや、持ってても使ってないと使えないんですよね。脳も一緒で、脳もずっとあるじゃないですか。でも使ってないと使えないですよ。<laughs> 左手と同じようで。まあ、ノブさんの聞き手がどっちかわかんないですけど。だから、まあ、そこに僕は気づきましたよね。あの、いろんな人を対応してて。あ、考えれないんだっていうところ。 考えればいいじゃんと思うこともあ考えられないんだと左手で箸持てばいいじゃんって言ってもいや使ってないか持てないじゃないですかうんだからそのトレーニングですよねうん思考のトレーニングをしないとああダメなんだなっていう左手で箸を持ちたかったら左手で箸を持つトレーニングをしないと持てないのでお金を稼ぐっていうことも今までやっぱ給料ね仕事をして会社に出社して仕事をしてただ給料をもらうっていうところなので 会社が全部よ箱を用意してくれてるし会社が仕事を全部用意してくれてるしって話でもちろんその会社の中で企画とかなんかあったりとかするんだけども結局別にその企画が失敗しても会社がケツ持ってくれたりとか失敗しても上司がケツ持ってくれたりとか自分で稼ぐっていうのは結果が出さないとあのー、飯食えない状態で だからもっと上の考え方でやっていかないと結果を出すっていうのは非常に難しいっていうも。もしくは結果を出し続けるってことですよね。稼ぎ続けるっていうのはこの稼ぐ思考がないと、まあ、難しいんじゃないかなと、まあ、うん思うようになりましたね。うん。まあ、それはいろんな人を対応して思ってたんですけど、はい。ということで、まあ、あの、販売日近づいたらですね、販売日になったらご案内させていただきますので、はい。まあ、お問い合わせください。 ではまた。